WWE K-1 バンタム級ワンマッチを行います。青コーナー161cm 52.9 キログラム、日本 K-1 チーム目黒チームタイガー、藤田和樹。タイガーキット進化する拳、藤田和樹。赤コーナー165cm 53.0 キログラム、日本ウォーワンチャイプロモーション、石井一世。さあ、実力やいかにデビュー戦、プリンスオブムエタイ、石井一世。ついにベルを脱ぎます石井一世です。ライバルたちがリングサイドへ見つめています。ミブロが勝利しました。リングサイドには黒田、池田、そうそうそう面々がいます。さあ、マサトさん、石井一世が一本でベールを脱ぎますね。そうですね、どんな試合をするかね、 K-1 のリングで楽しみですね。待ちに待った K-1 デビュー戦です。対するはタイガーキットの異名を持つ藤田和樹。24歳藤田か、それとも23歳、 K-1 デビュー戦の石井一世か。このバンタム級の歴史はどんな展開を迎えることになるんでしょうか。そしてその頂点に最終的に誰がつくことになるんでしょうか。緊張感漂う福岡国際センターになりました。ゆっくりと時間を使います。さあ、石井一世のデビュー戦、迎えつは藤田和樹。どんな入りを見せるか。ムエタイ最強プリンスオブムエタイ、いわゆるハイから入りました。161cm は藤田和樹です。石井一世は165cm、石井はリーチがあります。右のロー。いや、どんなタイプのファイターか土屋さん楽しみですね。あ、石井一世ですか。はい、石井一世。石井一世は僕はもうずっと試合見に行ってたんで。ああ、そうですか。はい、他団体でやってる時とか生でご覧になってますか。はい、なんで K-1 来てやっぱ楽しみですけどね。そうですね、はい、この他団体から来て K-1 ルールだとちょっと難しい選手が結構いる中で、石井選手はどうなんでしょうかね。そうですね、ちょっと今のところまだ距離感がね、はい、石井藤田の距離ですね。ああ、そうですか、ね、この距離です、ね、ちょっと、はい、空振りが目立つんで、はい、ちょっと硬いですよね。まだまだ緊張感ありますかね。まあでも硬いでしょうね。はい、タイでは百戦錬磨、鍛え上げてきました。中学の3年生タイでムエタイプロデビューでした石井一世です。空手ボクシングムエタイ全てを習ってきた石井一世、51戦目を迎えています。一方、藤田は高校時代にキックボクシングを始めました。より強くなるために K-1 ジム目黒に入門しました。これがプロ10戦目。藤田選手はトレーナーさんが変わってまた良くなったんですよ ね、はい、ですよね。判定が多かったんですけど、はい、倒せる選手になってきたので、ここ3試合連勝は全て乗っかる勝利です。圧力かけてますよね、スタイルが変わった近年です。藤田和樹です。倒せる感覚が培われてきたといいます。藤田プレッシャーをかける、右のローまもなくあと1分です。注目の第1ラウンド、いや、はい、これも届かない。こうやって空振りさせられると、ね、やりにくいんですよ。うまく藤田が計算してますかね。うまいです、うまく、はい、藤田がこう蹴りを見切ってますね、こうやって蹴りが当たってくると、はい、石井も乗ってくるんですよ。なるほど、右ハイ湧きます。会場やりそうですよ。中に入ろうとする藤田和樹、破壊力を示したいと身の拳、藤田和樹です。あと30秒、ついにベールを脱いだ石井一世 K-1 デビュー戦。 K-1 での石井はどうか。まもなくあと15秒です。バンタム級の歴史にその名を刻むかという石井一世、アンダー53キロの世界です。冷静に戦っているのは藤田和樹。左の
リードで作っていったという藤田和樹。石井一成の最初の3分間、 K1 デビュー戦の第1ラウンドが終了しています。やっぱり、ね、もう少し、ね、K1 においてはもう少しパンチとか、はい、自分からアグレッシブにいかないとポイントは取れないですからね。倒しに行くというスタイルですか。右の、はい、やはりこの辺りはマサさん、ムエタイの感覚とは少し違うんですかね。やっぱりこうそこをちょっと変えていかないとダメですよね。ムエタイでは7つのベルトを手にしているという石井一成です。土屋さんは以前からご覧になっていた石井一成との変化、何か感じられましたか。いや、まあでもね、こう憧れの K-1 に来ての初戦ですから、はい、まあ、だいぶ緊張があるんだろうなと思いますけれども、まあ、でも藤田選手上手だなと思いますけどね。冷静ですよね、はい、このデビュー戦で憧れの正人選手がいるっていうのもかなりプレッシャーなんじゃないですかね。放送席にですか。やはりでもやっぱりこう、やっぱ肩書きを持ってきてるんで、やっぱりこうそれなりの試合を見せなきゃなっていうのはありますよね。幼少期この正人さんを目指して憧れて慶応を目指したといいます。やっぱ距離が蹴りを、はい、やっぱ今も空振りしたんですけど、あれだとちょっとやりにくいんですよね。ムエタイではタイでは当たっていましたか。というかこの距離が、はい、藤田が上手いですね。あ、上手いですか、藤田が自分の距離で戦えてるっていう、K1 への、あー、倒れた。先に倒れたのは藤田和樹。石井一成早い動きでした。キレがありましたね、今左フック、右ストレートから左フックでしたね。見事なキャリアスタートになるか。 K1 の人生来るか。石井一成前蹴り、これで藤田君も前出るでしょうね。土屋さん、緊張感ほぐれますよね。ちょっとあれですかね、はい、あのお腹がワセリンで滑るっていうことですね、きっと。スルスルの今前蹴りした時に胸の下あたりですかね。石井からのアピールがありました。第2ラウンドのスタートを最初にダウンを奪ったのは石井一成でした。いや、熊田さん、これで石井一成乗ってくるかもしれませんね。そうですね。おー、ナイス。今右クロスになりましたね。さあ、来た。でも藤田もね、前に出ますね。高架の会場を一気に飲み込んでいくか。石井一成左、藤田も前に出ます。藤田もね、前に出ないと飲まれちゃうなと思ったから出ましたよね。来ましたね。逆に出てくれると石井はやりやすいと思います、ね、なるほど、はい、まだ1分半以上あります。右の鳴り響くキックオン、インローを放ったのは藤田。左ミドル、怖さもあるはず藤田です。 K1 アマチュアで地道にキャリアを積んできたという藤田、24歳。プリンスオブムエタイ石井一成は23歳。細かい打撃から前に出た、ね、右ストレート狙ってますよね。左からポンポンポンと、はい、右強い右を左、はい、フィニッシュブローは右ストレートを選ぶか。石井一成まもなくあと1分。いざ前蹴り、もう一つ笑ってるな、はい、藤田も。藤田も笑ってますよ。そうですよね。この笑み、熊田さん、いかがですか。藤田、いや、不気味ですけどちょっとタケル選手を思い出しましたね。そうですね、似てましたね。石井一成は勝って来年の福岡大会でこのバンタムのトーナメントを行いたいと話していました。右ロー、第2ラウンドのスタートで藤田はダウンを奪われる形になりました。さああと30秒切ります。ムエタイ七冠の力をいかんなく発揮するか。距離が両者かなり近くなってきました。右ハイは藤田、右ローは石井。膝狙っている。拍手が鳴りました。この18年間の密度をこの K-1 のリングで見せつけたいと石井一成は語る中、第2ラウンドが終了しています。まあ、第2ラウンド3分間、全体的な印象は正人さんはいかがでした。まあ、ちょっとあの石井のペースが上がってきたかなと、はい、よりプレッシャーを強めていって、まあ、パンチでこう狙って1ラウンドよりパンチがいいパンチが出たなっていう感じがしますね。打撃ですか。ただ藤田もこのダウンでね、はい、パンチのダウン早かったですよね。この右からの 左フックが、左フックキレがありますよね、はい、ただ藤田も冷静なんですよね、その後も。そうですよね。
さあ第3ラウンドノックアウト決着は待っているんでしょうか、石井一成それとも形勢逆転になるかという藤田和樹です。いや土田さん、この藤田も非常に冷静ですよね。やはりそうですね、やっぱ1回ダウンを奪われてからやっぱ藤田選手が前に出なきゃいけないから、はい、やっぱ、ね、最初の2人の距離が変わった感じですもんね。かなり変わりましたね、はい、なんでやっぱ石井一成の技巧派な部分がちょっとずつ出てきてますよね。さあどちらが距離を制するか、最後の3分間石井一成のデビュー戦、対峙するは藤田和樹。やはり藤田前に出ます。はい、熊田さんは両者の姿、最後の3分間どんな姿を見たいですか。やっぱりダウン取られてしまっているので藤田選手ガンガン行ってほしいですね。そうですね、打ち合いになるか。やりろやりろ、先ほど第2ラウンドでは右のストレートを狙っている感じがありました。石井一成です。打撃、細かい打撃から右ミドル、いい速い、いいコンビネーションですね。笑っているのは藤田和樹、手数ではどうか。左ボディが左のフック、石井も返した。もうなんか石井はなんかこうブロッキングで、あのパンチをブロックすれば大丈夫だなっていうふうに思ってきましたね。見えましたかね、はい、ほとんど食らわなくなったという石井一成です。空を切るというシーンもなくなりました。石井一成つなげてきます。体調は万全と語ります。石井、ここ福岡出身、福岡生まれのファイターです。入ったか、仕留めに行くか、膝追い詰めた、何度もこらえます藤田和樹です。さあ、あと1分半まとめきるか。藤田も返す。この石井一成が K1 バンタムの中心へと向かっていくことになるんでしょうか。2022年の8月11日、テレボディ左フック、空を切った藤田。さあ、あと1分、右のロー、飛田タイムストップです。あ、切れた、切れましたね。結構深い、これは目の上で、これはちょっと危ないところですね。出血が激しくなっています。これは今の膝ですね、左の目の上ですかね。ここはちょっと多分厳しいと思いますね、はい、かなり深く入りました。やっぱ場所が良くないですね、目で見てかなり分かります。この膝です、完全に入りました。相当な出血が見られます。これは戻るのはかなり厳しいのかもしれません。まぶた、深そうですね。深そうですね、かなり幅もありそうです。第3ラウンドあと58秒という残す時間です。やる、やりますか、いける、行くと話しました藤田。前に出る口はありません藤田です。さあ、あと1分を切っている。最終第3ラウンド、石井か藤田か。いや、気持ちで熊田さん負けてないですね藤田ね。そうですよね、出血かなり血は流れます。あと30秒、あと30秒を迎える。ミスレート、あらった、左下、取れたか、連打、連打、なんとかなっている藤田、立ち続ける、出血がひどい、倒した、決めました、石井一成、見事な K-1 デビュー戦でした。最高のキャリアスタート、白星発進、ムエタイ七冠は本物でした。最後もう意地で倒しに行きましたね。やっぱ触れ込みでかかっただけにね。そうですよね、やっぱり最初は硬くなりますよね。どうしても KO で勝ちたかったんでしょうね、うん、いや、右のストレートも狙っていた感があります。最後のフィニッシュブロー、この右ストレート、その後の連打、倒れた内田和樹、K-1
K1 デビュー戦は23歳石井一世、見事ノックアウト勝利、素晴らしいスタートを切りました。これで土屋さん、バンタム級楽しみになっていきますね。いや楽しみですね、もう本当若いいい選手がいっぱいいるんで、はいはい。まあ、石井はねスター性抜群ですからね。そうですね、実績もあるし技術も高い、気持ち魂は見せてくれた藤田和樹です。いや熊さん、よくこらえましたね藤田も。そうですね、よく立ってましたね、あの状態で。バンタム級トップ戦線、誰が頂点に立つか、まあ、そしてマサさん、どこで、ね、タイトルマッチがあるかですよね、トーナメントあるか。そうですね、はい、今は空位となっているバンタムの王者レッドです。いや、土屋さん、早く見たいという方多いでしょうね。いや、見たいでしょうね、はい、どんだけいい駒が揃ってるんですから、はい、やっぱベルト作ってやらないわけにはいかないですね。バンタムの世界最強トーナメントは組まれることがあるか、どこでやってくるかです。クラスチャンピオンの池田、そして黒田斗真もいます、三浦和樹もいます。さらにもう一枚、石井一世というカードも生まれた2022年の8月、福岡です。ルーツは K-1 を目指していました。全ては K-1 から始まったといいます。ムエタイで結果を残して、ついにこの K-1 のリングにやってきました。そして見せたムエタイ七冠の強さでした。巡り巡って最後はここを K の道につながっていました。さあ、この後マイクでこの石井一世がどんな言葉表現してくれるでしょうか。マイクです。皆さんこんばんは、石井一世です。今日は僕の K-1 デビュー戦ということで、たくさんの、チームの皆さんが集まっていただき、僕は本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕はこの福岡で、18年前にお父さんとお母さんと、キックボクシングを始めて、 K-1 のマサ選手を見て、キックボクシングを始めました。そして18年経った今、こうやって K-1 のリングに立ったことを嬉しく思います。 K-1 の皆さん、ありがとうございます。はい、そして、53キロ、K-1 がまだちゃんとベルトもできてないということで、僕も目指すからには、マサさんが巻いた K-1 のベルトを巻きたいと思ってます。まだこのデビュー戦で、はっきりとしたことは言えませんけど、これから強い、53キロのメンツ、K-1 にも揃ってますんで、みんなと戦って、来年この福岡で世界のトーナメントを開いてほしいと思ってます。どうですか。今日、去年の、トーナメントの優勝者の黒田選手とクラッシュのチャンピオンの池田選手来てるみたいですけど、今年まだ試合決まってないので、ぜひ僕とどっちかやりませんか。僕のまだ皆さんはちょっと分かってない、僕の存在を分かってない人もいると思うんで、ここでちょっと分かりやすく、チャンピオンベルトを巻いた人と、トーナメント優勝した人、その人に 僕と戦ったらどうなるんだろうっていう、新たな想像ができると思うんで、ぜひ K-1 の皆さん、よろしくお願いします。はい、これからも、格闘技界を盛り上げるために、頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。たくさんのお花もありがとうございます。そして、もし、最後持ってる人いたら、にやか先兵のお面をたくさん振って送ってください。ありがとうございました。地元福岡での勝ち名乗りでした。雅人さんは先ほどの石井のマイク、どう聞いてらっしゃいました。いや、本当ね、こう見た目もすごくスター性あるし、言うこともね、スター性ありますよね。いや、そうですね。ただね、黒田とかは強いですよ。そんなに簡単な山ではないですよ。黒田、そして池田を名指しした石井一世です。さあ、 K-1 ネクストの顔はこの石井一世になるんでしょうか。 K-1 デビュー戦、見事ノックアウト勝利でした。さあ、そして放送席にやってきました。もうちょい1ラウンド目から行かないとな。まだ改善点いっぱいあるよ。
楽しみにしてる、はい、おめでとう。ちょっと立って写真を、こっちで写真を撮っと。さあ、石井選手に真帆さんがアドバイスを送られました。いや、熊さん、憧れのね、この真人さんとまたね、はい、ここで放送席で会える、すごいですね、夢がありますね。夢ありますね、石井選手、花もありますしね。いや、土屋さん、素敵な光景ですね。いや、そうですね、いいですね。こんな真横で見れると思わなかったです、この2人の絡み。まだアドバイスは続いています。さあ、バトルの中心へと向かっていくことになるんでしょうか。石井一世、藤田和樹を日本 K1 デビュー戦見事ノックアウト勝利、勝ち切りました。